君は僕にいろいろなものをくれたよ。寂しい毎日に色をつけてくれたし、人生に明かりを灯してくれた。僕はずっと君を見ていて、ずっと君を大好きだったけれど、一緒に過ごして、一緒に話して、もっともっと君を好きになれたんだ。だからね、僕は最後に君にお返しをしたいんだ。ここはこの世界で一番のお気に入りの場所だよ。ねえ、もう一度、もう一度だけ心の目を開いて見てごらん。満天の星空が見えるだろう。空いっぱいに瞬いているよ。ここはこの世界の中心にある湖だ。君と過ごす最後の場所だよ。君との時間は本当にかけがえのないものだった。最後まで君との思い出を素敵なものでいっぱいにしたかった。だから君をここまで連れてきたんだよ。僕は子供の頃からずっと大事な人と一緒にボートに乗って星を眺めたいなと思っていたんだ。寝っ転がって一緒に星を見たいと思っていたんだ。だからね、今僕は夢を叶えているんだよ。君のおかげで夢が叶えられたんだ。ほら、星空がキラキラ輝いているよ。ここに連れてきてあげられてよかった。君にこの景色を見せてあげられてよかった。今の君はこの星よりもキラキラと光っている。ここに来た時とは別人みたいだ。きっと現実の世界でも素敵な毎日が過ごせるんじゃないかな。おっと、そろそろ終わりが近づいてきたかな。このピアノが終わる頃には君はきっと眠ってしまうだろう。夢の世界に落ちてしまうんじゃないかな。心も体もぐっすり眠りにつけば、明日からはきっともっと楽しい毎日がやってきて、僕のことなんて
忘れてしまうかもしれないね。そろそろ眠くなってきたかな。ゆらゆらと揺れる波が心地いいね。気持ちいいまま眠りについてね。さあ、ゆっくりと目を閉じて、息をゆっくり吸って吐いて、深呼吸をして、もう一度。そうだ、心を落ち着かせてごらん。心を落ち着かせて、もう眠りに落ちてしまうね。君と過ごした素敵な時間に、おやすみなさい。明日も良い一日になりますように。おやすみなさい。